三島芹沢鴨です。私フィリピンと関わり30年以上、10年以上ここに暮らしておりますが、バロットはよく知っております。アヒルの卵です。これは食べたことありません。なぜかというと食べられないんです。でも美味しいらしいです。でも今日はこれを食べます。ハチマキをして食べますから、まず、中を開けてみます。アヒルの卵がどうなっているかをご覧ください。では開けてみます。まずこのように、これ昨日買ったんですが1個15ペソでした。ビクソーリアでは8ペソで売っておりました。中身はうおっと、もう出てきましたね。いい匂いしてます。匂いは煮抜きの匂いです。好きな人はこのスープから飲むそうです。私はできません、そんなことは。まず見えてきたのは、馬頭というもので、白身の部分です。これはかなり硬いんです。だんだん中が見えてきましたよ。どうですか。本来はこれは薄暗いところで食べるものなんです。当然ですね、ものすごくグロテスクですから、こんななっております。こういう状態です。わかりますか、こういう状態です。中にはスープが入っています。ちょっとこれもトライしてみます。おいしいです。では中を割ってみます。やっと落ちました。まず この辺からいきます。全く煮抜きの味です。煮抜きを、濃厚にした感じですね。これです。全く煮抜きと同じです。わかりますか、これ、これね、頭です。よっ、こんなんです。ちょっと食欲ありです。でも今日はこれを食べます。顔はニコニコしておりますが、内心後悔しております。しまった、こんなもん食べるんじゃなかったと。でも食べますよ今日は。これも、再生、回数を上げるためです。これ見てください。これはもう、これ足が見えております。足も、それから羽も生えております。どうするこれか。この黒いとこ頭じゃ まあないんですけどね、こんな感じです。目が見えております。これを食べるんですか。ごめんなさい、これを見てしまったら食べられません。でもせっかく買ったんですから、これを食べます。どうするかな。まずこの羽の部分からいきます。うまい。でもうまいですよ。これはでも、これは無理でしょう。なんもなんでもね、これは食えないです。でも食べます。食べました。これは馬頭でした。硬いです。食べました。
バラッと食べました。初めて食いました。すごい勇気がいりましたよこれ、バンジージャンプで上から飛べと言われたのと同じような勇気がいります。でも食べました。もしこの勇気を叩いて、グッドを押してください。一つよろしくお願いします。ありがとうございました。バラッと食べました。